全日本プロレスに新たなる歴史の1ページが加わります。いよいよ大阪春の陣春一番のビッグカード、シングル王座三冠統一戦、三冠王者へ資格なし UNPWF 王者天竜源一郎、全日本マット完全制覇、インター王者ブルーザーブロディ、さあ大阪府立体育館はもう統一戦の期待でファンの心は頂点に達しています。天竜が入場してまいりました。熱き思いをこの一戦にかけます。革命を叫んだ早10ヶ月、すでに鶴田ハンセンを倒した最後の壁はやはりブロディ以外にない、相手にとって不足なし、必ず突き破って夢の三冠統一を成し遂げたい天竜が日本プロレス史上初の記録に挑みます。まさに三冠王は前人未到の快挙ということになります。会長ジムプロゲット、パシフィックレスリングフェデレーション会長ロードフェアース、非常に先立った雰囲気になってまいりました。大阪府立体育会館ベルトの返還、 UNPWF インターナショナルヘビー級の3本のベルトが一時本部に預けられます。全日本マット史上2度目のトリプルタイトルマッチ、61年3月の鶴田対ハンセン戦、インター AWAPWF の統一戦は両者リングアウト、決着がついていません。天竜ブロディ戦は決着をぜひ望みたいと思います。解説は竹内康介さんです。両選手の紹介であります。第17代インターナショナルヘビー級チャンピオン、長寿ブルーザーブロディ、第25代 UN 王者、第13代 PWF 王者、天竜革命児天竜源一郎、勝負は60分の一本勝負、鋭い視察戦から勝負が始まりましたが、ブルーザーブロディの右手には太いチェーンがまだ入っています。これを本部に預けないことには試合になりません。さあ日本のすべてのシングルのベルトを統一する三冠統一シングルベルト、シングルの王座決定戦、さあ大変な勝負が始まりそうです。三冠になるか無冠になるか、非常なトリプルマッチ。三冠統一戦の動きは天竜がハンセンを破った時から始まりました。さあゴング開始、試合開始、鋭い視察戦、相手をじっくりと見ています。目で返しました、ブルーザーブロディも目で返しました。さあ大阪府立体育会館満員でありますが、ブルーザーブロディのコールかそれとも天竜コールか、まだ睨み合っています。まだ両者手を出しません。ようやく動きが始まった。4本のロープ大きく使います、大きく使います。果たしてどういうような勝負になっていくんでありましょうか。まあ、天竜がハンセンを破った時からこの王座統一戦は始まったわけですけれども、シングルベルトが非常に多すぎると天竜鶴田がこぞって提唱したこの三冠統一、それがこのチャンピオンカーニバルの大阪の大きな舞台で実現したのであります。この夢のトリプルタイトルマッチ、望んでいるのは天竜とブルーザーブロディ、ハンセン鶴田やつは脱落いたしました。さあ武さん、このベルト統一戦はこんなに早く実現するとはちょっと思いませんでしたよね。そうですね、天竜選手と鶴田選手がこれをぶち上げた時はですね、はい、ちょっと無理なプランニングじゃないかと思ったんですけども ね意外に早くその時がやってきましたね。そうですね。さあそうなったらこの天竜がブルーザーブロディをどうでしょう、果たして超えられるんでありましょうか。過去一度も勝っていない相手であります。しかも身長10センチ、体重差、9キロ、このハンディを背負っています。どう切り込んでいくんでありましょうか。ご覧ください、パワーの様、今の一体当たっただけでもこのパワーの差が感じられます。ちょっと頭を振りました。両選手対角線上に離れました。竹内さん、試合前あの天竜の控室にはたくさんの記者がいましたけれども、今日はこの徹底したインファイトで行く、もうがむしゃらに行くしかない、ブローディの奥の深いところに僕は飛び込んでいくと発言しましたよ。まあ、確かにブローディは懐が深いですしね、なかなかその掴みきれないですけど、ともかくそこにですね、足を踏み込んでいくしかこれやっぱり勝機がないわけですよね。そうでしょうね。まあ、全国の天竜のファンは何が何でもブローディを倒してほしいと願っているんではないでしょうか。もし竹内さん、今夜不覚を取ったら
せっかくのこの天竜革命、今まで永遠と築き上げてまいりました努力とこの実績が水泡に来てしまうわけですよね。全て白紙になってしまうわけですから ね、やっぱりこの1年を無駄にしないためにもですね、今日は何が何でも三冠統一を出しておいてほしいですね、はい、そうですね。さあ一方のアメリカ代表としてやってまいりましたこのブルーザーブローディ、今のところ実力的には竹内さん三冠に最も近い男と言っていいんじゃないですか。当然です ね、この飛び上がったこのジャンプ力、ね、そして右足のキックうまく外した。天竜のフットワークは軽い、当たっていません。あの鳥獣キックをまだ受けておりません。明るい表情が見えます天竜。さあうなりを上げてブルーザーブローディ、さあどういうような技を仕掛けてくるんでありましょうか。このブルーザーブローディーであります。さてこの3本のベルトをちょっとご紹介しましょう。このブルーザーブローディーが持っておりますインターナショナルヘビー級のベルトは昭和33年力道山がルーテーズを破り、まあ、ダッシュした非常にこの伝統のあるベルト、まあ、竹内さん全日本プロレスの象徴と言ってもいいんじゃないでしょうかね。もう日本のプロレスの歴史そのものですね。そうですね。そして天竜の持ちます PWF ヘビー級のベルトは48年にボボブラジルを破りましてジャイアントババが初代の王者、以来ジャイアントババの代名詞と言われたベルトであります。そして UN ヘビー級のベルトは46年に誕生いたしました。そして59年に天竜の手に渡りまして、一度天竜は61年に返上したんでありますが再び天竜の手中になったものであります。まあ、簡単にベルトの、まあ、歴史を紹介したんですけれども、竹内さんいずれもこの連綿とこの全日本プロレスの歴史を作ってきた3つのベルトですね。まあ、3本が3本にそれぞれの重い歴史がありますが、それだけにですね、はい、この三冠統一は非常にやっぱり価値があるものになっているわけですね。重みがありますね。重みがありますね。さて今夜三冠王が誕生した場合、統一チャンピオンにベルトを選ばせるとジャイアント馬場選手は、まあ、明らかにいたしました。しかし天竜もブロディも文句なく、まあ、力道山そしてジャイアント馬場に受け継がれた、まあ、日本マット界の至宝という言葉を使いたいと思いますが、インターナショナルヘビー級のベルトを選ぶと両者発言してますね。まあ、それはそれぞれですね、どのベルトにも価値はあるんですけどもね、あえて1本ということになりますとね、やっぱりこれは日本のプロレス歴史そのもののですね、インターナショナルが一番ふさわしいんじゃないですかね。なるほどね。ということは今夜三冠王が誕生した場合には、まあ、UNPWF のベルトというのは今夜限りその歴史の幕を閉じるわけですか。封印されるわけですね。はーはー、なるほど。さあ両選手の動きであります。天竜がブロディを超えられるか、これがこの三冠統一の、まあ、大きなテーマでありますが、今のところ流れ竹内さんどうご覧になってますか。五分と五分ですね。五分と五分ですか。何しろ奥の深いレスラーブルーザーブロディ、ひたすらこの暴れているように見せかけているんですけれども、しっかり計算しているレスラーであります。まあ、プロレスには5つの要素があるというのがこのブルーザーブロディの哲学なんですけれども、まあフィットネス、クレバー、タフネス、テクニック、ハイスピリッツ、この5つの要素を俺は全て持ってるんだというふうに豪語してますよね。まさにその通りですね。今のブロディはまさにその5つの要素を完全に身につけてますね。はい、武井さん、ブロディとこのハンセンの違いはどこなんでしょう。ズバリやっぱりですね、暴走癖のあるハンセンとですね、あくまでもやっぱり冷静なブロディとの差だと思いますね。ああ、そうですか。ですからやっぱりタイトルがかかった試合になりますと、これ完全にやっぱりブロディの方が私は上だと思いますね。円錐だ、ここで円錐を打ったぞ天竜。さあ先手必勝、三冠統一へ王手をかけた天竜、いい攻撃を見せました。ジャンボ鶴田選手が日本武道館でこのブルーザーブローディに敗れたんですけれども、竹内さんね、ペースをこのあっという間に変えられてしまう、そのうまさとパワーというのはもうどうしようもないということを鶴田言ってますね。まあ、ジャンボの場合ですね、はい、まさにもうジャンボは百戦錬磨ですね、あらゆるパターンの攻撃を知っているジャンボですらですね、ああいうやっぱり不覚を取るわけですからね。そうなんですね。そして名古屋で敗れた八津選手の談話をお伝えしたいと思いますが、あっとすごいチョップ攻撃、ブルーザーブローディ天竜の熱い胸板が真っ赤に燃え上がりました。そして反対側に振って、うわー、キングコングキック、キングコングキック、トリプルクラウンキングコングキックであります。ブローディそろそろ出してきたぞ。さあ短期決戦に切り替えたか、ブルーザーブローディものすごい勢いで天竜を叩きつけた。ブローディ戦慄の殺戮作戦に出てまいりましたか。リングの中央、天竜場外に逃れることはできません。まあ、名古屋で敗れましたやつですけれども、この完璧なディフェンスのできる男だというふうにこのブルーザーブローディを言いました。
安選手が2回にわたりまして韓国固めを打ったんですけれども、あれは試されたんじゃないかというような、試合後の談話、安選手がこう漏らしてましたかね。そういう部分もありますね。それだけやっぱりそのブロディはですね、このようにそのエキサイトしているように見せても冷静なんですよね、はい、そうなんですね。ということは、まあ、攻撃力はもう本当に十分なものを持っているんですけども、ディフェンスもなかなか完璧ということが言えると思います。ラリアット左、天竜のラリアットが当たったぞ、抑え込んだぞ、抑え込んだ、押し、カウント2までは着実に入っています。さあ三冠の王手が勝った天竜、ブロディとご覧ください、ド迫力の猛烈ファイトを見せています。何かこの横浜で見せた、それから日本武道館で見せた天竜対ハンセンのあのなんていうんですかね、ブルドッグファイトというんですか、はい、こういう感じになってきましたね。来ましたね。まさに力と力で押しまくるタイプの試合ですね。本当ですね。さあ三冠に王手がかかっています。天竜どうしても取りたい、どうしても取りたい。この強いブルーザーブロディですけど、ウィークポイントは竹内さんは解説の立場からどこだと思いますか。3、4年前まではですね、はい、ブロディの場合下半身に弱点があるのではないかという部分があったんですけどね、ええ、今その部分もなくなってますからね、はい、全く弱点はなしと見ますね。そうですか。竹内さん、今日はブルーザーブロディは左の膝にサポーターをつけてますか。つけてますね。つけてますね。この辺りどうなんでしょうね。これがですね、かつてはその弱点じゃないかと言われた部分が随分あったんですけどもね、はい、いやでも一度もやっぱりここの部分で弱さを暴露したことはなかったですね。一度もないんですね。さあ初めての場外戦だ。放送席にキングコングと天竜が飛んでまいりました。すごい勢いであります。両者の表情、天竜はどうか、歯を食いしばっている、歯を食いしばっている。さあこんなことでは参らないぞ。闘将天竜、すごい勢いでカメラボックスを天竜の背中に叩きつけました。すごい勢いだ。一方のブルーザーブロディの目はどうか、ブルーザーブロディの目はどうか。さあここは一気に勝負をつけようと、そういうような表情、闘志満々のブルーザーブロディの表情であります。さあ何かもう両選手の表情を見てます。怖いくらいの殺気が漂っています。リングサイド、大阪府立体育会館、また傑作攻撃に出てまいりました。オーバーフェンスで相手を今度はお客様の中に投げ入れるのか。力では力ではやはり圧倒しているのがブルーザーブロディと言えますかね。そうですね、今のところ完全にパワーでは押してますね、はい、さあトリプルクラウンを狙っております。キングコングブルーザーブロディ。さあまたリングの中に両選手が入ってまいりました。大きなヤバマはどこに来るんでしょうか。場外戦の後のこの勝負であります。ブレンバスターサイドに投げた。さあ天竜首を打たれているぞ。首の部分はやや鍛えようがないところだが、さあ投手で跳ね返すか。天竜返した、天竜返してまいりました。ちょっと打たれてますけども、高橋さん、腰に相当ダメージを受けてますね、ダメージを受けているんですが、このものすごいなんていうのか、一発屋的な底力、バカ力を、出す勝負師ですからね。今打たれてはいますけれども、打たれてはいますけれども、うまく壺にはまれば逆転も可能性があります。さあニードロップ殺人技、キングコングニードロップ、トリプルクラウン、キングコングニードロップ、そのまま抑え込んだ三冠王はブロディか。あーっと必死で返しました、必死で返しました。ブルーザーブロディ三冠は目前、天竜つらい立場に立ちました。切り札パワーボムを打てません。さあ天竜を翻弄する、場外に落としたぞ、場外に落としたぞ。さあ何かこのブロディを竹内さん錯乱させて狂乱ファイトにこう引き込んでいくような、そういう作戦はダメですかね。今逆に裏目に出ると危険ですからね、はい、今とかちょっと作戦の立てようがないですね、はい、こんなことでは敗れないと思います。天竜何しろ三冠を取ることがこの天竜革命の頂点に立つことになるわけです。あとブルーザーブロディ場外で勝負をしません。非常に冷静な判断、ブルーザーブロディ。天竜をまたリングの中に持ってまいりました。そして再びブレンバスターバックを取ったぞ、行け天竜、行け天竜、行け、ああ外された。そして今度は思い切ってうまくモンキーフリップのような形になりました。また正面から潜り込んだ、これがインファイトだ。バックドロップ、バックドロップいった、さあいった、起死回生のバックドロップ、これが一発屋だ、一発屋だ。底力を出したぞ天竜、底力を出した、これは効いている。ブルーザーブロディの顔が歪んでいる、必死で抑え込んだ。カウント、カウント 2.5 ぐらいまで進みました。一気に逆転か、天竜一気に逆転か。首4の字であります。
フィギュア4ネックロックに取りました。今までの大きな山が何か所かあったかと思いますけれども、竹内さんどうでしょう。またここに来て互角の攻防になってますね、はい、しかし今のですねバックドロップ打った後にですね、あれでフォールがダメだったらやっぱりエンズへ一発でもニアスで目から打ってほしかったですね。あーそうですね、あれだけやっぱり後頭部にダメージを相手に与えてたわけですからね。そうですね。さあグラウンドの展開になりましたので、ここまでのまあ両者の対決をちょっとご紹介したいと思いますけれども、武田さん全く天竜はブロディに勝っていません。5戦全敗ですね。まあ、ただですね、最後の対決がですね、もう4年半も前ですからね、はい、そうなんです。その間のこの天竜選手の成長を考えますとね、例えばこの5連敗は今日の対決のバロメーターにはならないと思いますね、はい、放送席には詳しいデータがあります。初顔合わせは、57年の3月の28日チャンピオンカーニバルの公式戦でした。この時はわずか3分29秒耐え固めで天竜を敗れました。そして57年の10月には果敢にインターに挑戦したんですが、12分14秒逆さを抑え込みで敗れました。58年の4月16日これもインターに挑戦、9分飛んで5秒耐え固めで負けました。5月の19日赤穂市の大会では9分17秒エビ固めで敗れました。そして58年の11月の28日、函館で対戦して9分10秒フライングボディープレスで敗れました。以来竹内さんご指摘のようにほぼ5年ぶりの対決ということになるわけであります。まあ、しかし竹内さんも指摘しておりましたが、この5年間は飛躍的な成長を遂げました。この天竜、今の天竜の力に期待したいんですよね。そうですね、今の天竜だからこそこのブロディを倒せる可能性が一番高いわけですよね。そうですね。そして強くなった天竜の実力を実は一番よく知っているのがこのブルーザーブロディであります。竹内さん、来日の記者会見でも天竜を褒めちぎりまして、天竜に対してミスター天竜、ミスター天竜とこういうふうに言いましたね。この辺りがですね、ブロディの研究熱心といいますかね、はい、ちゃんとやっぱりその天竜のこの何年間かの空白を知ってるわけですよね。そして師匠のジャイアント馬場選手も、まあ、今の力は互角というようなことを言っています。そして天竜には革命を起こしたその意地があるので、その意地に期待したいと師匠のジャイアント馬場は言っておりました。熱っぽい勝負が続いています。またどうでしょうか、互角の対決ムードになってまいりましたが、どうしてもこのパワーでペースを変えられてしまうというここを疲れてますね。そうですね、一発の蹴りで本当やっぱ試合の流れが変わってますよね。はい、そうですね。リングの中央だ、ボディープレスで切って取ります。さあブルーザーブロディ、この試合は、ジャンボ鶴田も見ています。わーっとフライングニードロップは失敗、しかしそのまま抑え込みました。カウントが始まったぞ。さあ天竜頑張られるか、若林さんどうぞ。鶴田選手はですね、はい、こうブロディにも雪辱したいし、天竜にも2連敗の借りを返したいと非常に複雑な心境であると。でその試合経過についてはですね、天竜は非常にじっくりやってるんではないか、一つ一つフォールを取りにいっている、それをまたブロディにも言える、馬場選手は流れはどっちとも言えない、一進一退、このようにコメントしました。なるほど、はい、分かりました。師匠のジャイアント馬場と、それから、日本武道館で敗れましたジャンボ鶴田、この今夜の三冠王に来週の放送でお送りいたしますが、仙台で、挑戦するジャンボ鶴田の情報が今入ったわけであります。アキレス腱固めに出ました。さあグランドでの展開に転じてまいりました天竜であります。さあいい勝負ですね。それにしてもね、まさにこのスリリングな展開ですね。それとこのアキレス腱ですけどね、はい、一応そのブロディの例の問題の左膝を狙ってるわけですね。そうですね。ですからこの左、まあ、足ですね、これに本当に爆弾があるのかどうか、そうなんですね、この辺がやっぱり勝負のポイントになりそうですね、はい、左膝のサポーターに一つ、この後の展開は十分に、ファンの皆様も注意していただきたいと思います。ということは天竜狙い通りに、まあ、展開にはなっているということなんですね。今のところはいいペースに入ってますね。そうですね。さあこのアキレス腱固めで一気に逆転の体勢に持っていくことができるか。おっと左膝のサポーターを下げましたよ、膝の下まで下げました。さあむき出しになったのがブルーザーブロディの左の膝関節であります。ここをもう思い切って殴りつけている天竜が、思い切ってキックを飛ばしてまいりました。ちょっと足を引きずるようなシーンです。こういうことは初めてサポーターは完全に下の方に下げられましたね。竹内さん、いいキックが入ってますね、いいキック入ってますね。ローキックを打っています、ローキックを打っている天竜。さあこれは考えた技でしょう。そして太ももの裏側へも打っています。チョップだ、抑え込んだ天竜、一気に逆転か。惜しいぞ、これはいいぞ。意外なところに竹内さん、
ウィークポイントがありましたね。もしかしたらこれがですね、攻略の突破口になっていくかもしれませんね。あ、そうですね。もう一回今度はアキレス腱固め、また左の膝のあたり、そしてアキレス腱をぐい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 締め付けているその天竜であります。まあ、それにしましても竹内さん、まあ、日本のベルトが一気に一本になるという、これはまあ、鶴田対ハンセンの場合は AWA 世界というような世界のベルトが入ってましたけれども、まあ、史上初の、まあ、三冠統一戦といってもこの試合はいいんじゃないでしょうかね。そうですね、まさに日本伝統のベルトが3本かかってるわけですからね、はい、そうですね。ということはこの大阪で統一王者が誕生すると、まあ、同時に全日本マットはどうなんでしょうか、激烈な新しい時代を迎えることになるんじゃないですか。プロレス界そのものがやっぱ新しい時代に入りますね、はい、まあ、これやっぱりかつてのプロレス界では考えられなかったことですからね。そうなんですね。すでに発表の通り、まあ、次週の放送では仙台大会におきまして、まあ、今度は一旦は脱落したジャンボ鶴田が今夜の勝者に挑戦、これはもうすでに全日本プロレス発表の通り、一気に三冠を極めるかジャンボ鶴田注目されます。まさに春の祭典にふさわしいビッグイベント目白押し。さあ、鉄柱を使います、鉄柱を使います。今度は鳥獣ブーツにどうやら映ったようであります。さあ、鳥獣ブーツをひょっとしたらこう勢いに乗って剥ぎ取ってしまうような、そんなような勢い、天竜であります。狙いは足に定めてまいりました。狙いは足、そして足から円髄、足から顔面、この組み合わせではないでしょうか。いや、まだまだ足は残ってますね。ご覧ください、ブルーザーブロディの猛烈なキック、全く参っていません。すごい、ブルーザーブロディの右足のキックであります。本当にすごいですね、ブルーザーブロディは。あー、ドロップキック、キングコング空を問いました。これは効いたぞ、これは効いたぞ。さあ、ブロディがこの後どういくのか。しかし左の膝をちょっと気にしているぞ。ダメージは負っているようだが、今のドロップキックを見た限りでは全くダメージがないような、そんな元気さ。さあ、どうだ、次なる技は。さあ、とどめのニードロップを落としてくるのか。さあ、天竜も立ち上がった。膝を打つ、膝を打つ、左の膝だ、完全に狙いを定めた。さあ、後ろに下がるのがキングコングブルーザーブロディ。こういう姿勢もまだ今だかつて一度も見せておりません。今度は懸命にまたアキレス腱固め、レッグシザースに入ってますね。レッグロックですね、レッグシザースですね。そしてぐいぐいぐい拳で、膝のあたりをぐいぐいぐい押し付けています。この狙いは関節に出ていくのか、それとも天竜はどうなんでしょうか。名古屋で対八つ戦の勝負を見ていましたよね。そうですね、まさか八つがやった監獄固めを狙うというようなことはないと思いますけれども、まあ、時々ヤツ対ブルーザーブロディの試合を、ビデオで再生してみて何かヒントをつかんだというようなことも天竜は言っておりました。次なる狙いは何なんでしょうか。さあ、ブルーザーブロディの表情どうですか、竹内さん。ちょっとかなり苦しそうですね。厳しそうですか。天にとってこの膝下ろしがですね、何に結びついていくのかですよね。そうですね。さあ、何を狙っているのか天竜、私どもにははっきりいたしません。今20分が経過したところであります。シングル王座インターナショナル PWF UN ヘビー級、この統一戦史上初といっても間違いではありません。さあ、この三冠を成し遂げる快挙をやってのけるのは天竜か、それともブルーザーブロディか。白熱の一戦、20分を回りました。今後どう見てますか、竹内さん。この後ですね、ブロディは奥の深いレスラーですよ。まだまだブロディも当然その出してない技がいくらでもありますし ね天竜選手もまだ切り札のパワーボーム出してませんね。そうなんですね。この辺りが出てて、それでも決まらなかった後の勝負というのがまた不気味ですね、はい、そうですね。さあ、立ち上がったブルーサーブロディはもう皆さんファンご承知のように不屈のバーニングスピリットを持っている、それから強靭なスタミナを持っているレスラーであります。時間が長引けばブルーサーブロディが有利、60分戦ったこともあります。さあ、天竜は何が何でも今日は勝利、何が何でも勝利ということを言っておりました。さあ、いよいよ荒っぽい技に転じてまいりました。フェンスの前、ここは本部席です。さあ、ゴングを掴んだぞ。どういうルールでもいい、勝てば三冠だ。天竜激しくゴングで、キングコングブルーザーブロディのやはり左の膝あたりを狙っておりますが、さあ、両選手また中に入ってまいりました。また中に入ってきた、円髄いかない、ローキック、またローキック。ちょっとさすがのキングコングの足も
紫色に変じてまいりましたね。かなり変色してきましたね、変色してきましたね。さあ効いているぞ、これで膝砕きにでも行くのだろうか。天竜の狙いは何か、天竜の狙いは何か。また一旦アキレス腱がために入りました。ぐい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 、マータを締め付けるようにこのブルーザーブロディ。もう絶対にこうなったらストラは飛べないでしょう、クーは飛べないでしょう、ドロップキックは打てないでしょう。しかし2位ドロップを落とす力はまだあるようであります。何しろ強靭なスタミナを持ってますからね。これでやっぱりキックなり2ドロップが出てくればですね、この足殺しにもやっぱり効果がないわけですからね。そうですね、実力的には三冠に最も近い男ブルーザーブロディ。ご覧のようにすごい競争、ユーゴスラビア系のアメリカ人、ウエストテキサス州立大学出身、新聞記者からプロレスラーへ、いよいよ主戦場日本のマットで三冠に発進するブルーザーブロディでありますが、中盤から後半にかけまして20分を過ぎたあたりから天竜思い通りのレスリングを展開しています。さあグラウンドでの展開、関節攻撃、キングコングブルーザーブロディが悲鳴を上げているのか。さあちょっと表情はうつろになってまいりました。おっと自ら逃げました、ロープを伝わって、これは完全に逃げの作戦でありますブルーザーブロディ。さあ完全に天竜源一郎のグランドでの関節が効いていると見ていいですね。効いてますね、これは効いてると思うんですよ ねしかし名古屋大会では試したんだというようなことを言いましたからね。果たしてどうなんでしょうか。ぐい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 、また締め始めました天竜です。もうはっきりと下半身狙い、さあ膝攻撃に出ております天竜であります。まんまとまんまと作戦が図に当たったような感じ。今夜のシングル王座インターナショナル PWF UN ヘビー級王座統一戦、ちょっと小康状態でありますが、ブルーザーブロディのこの悲鳴は何だ、この悲鳴は何だ。あ、いや、いつものいつもの、あ、ほう、逃亡、逃亡、いつものように吠えまくるブルーザーブロディ、まだ元気はあるようです。しかし大阪府立体育会館、お客さんの反応はちょっと鈍くなってまいりました。さあ天竜三冠に王手がかかっているぞ、大事な勝負だ。天竜にとりましても今夜はこのレスラー生命をかけた戦いと言ってもいいんじゃないですか。これを落としたらですね、何のための戦いだったのか全く意味がないわけですからね、はい、そうですね。天竜が日本プロレス史上初の記録に挑む、いった円錐だ、当たったぞ円錐だ。さあもう一回円錐か、今度は二軒への顔面攻撃、いくのか、パワーボムの体勢、あーっとパワーボムは失敗、そのままのしかけられた。今度はエビ固めで取る、エビ固めで取る、惜しい。大阪のファンがカウント3を数えました。さあ天竜にも、天竜にもチャンスが出てきた。日本プロレス史上初の記録に挑む天竜、まさにこの三冠王というのは前人未到の快挙であります。さあ最強の男ブロディを破って世界の頂点に立つか。 UN 王者 PWF 王者、凛しくたくましく全日本プロレスを引っ張っていく男天竜でありますが、今ブルーザーブロディの右のラリアットですね。右ですね、はい、ショートレンジから入りました。殴り倒すようなラリアットだったんですね、いやもう本当に斧のようですね。キングコング2ドロップ、キングコングギロチンドロップ、そしてキングコングのたくましい太い腕、ここからラリアットを繰り出してまいりました。ブロディも負けておりません。今度はサイドのスーペックスの姿勢、さあうわーっとすごい圧力がかかってまいります。苦しくなったぞ天竜、一気に苦しくなったぞ、腰を打たれている。さあ手4つの体勢で抑え込むかブルーザーブロディ。天竜全く一進一退の攻防であります。さあ白熱の一戦、さあ空を切ったぞ天竜が、フライングボディアタック、相手を倒した、抑え込んだ、カウント、あーっと本当に惜しい、本当に惜しい。さあ天竜が狙ってるぞ、顔面か、顔面か、また円錐、左の方法、顔面攻撃と言っていいでしょう。さあもう一発欲しいですね。スタンハンセンを30秒失神させた円錐、円錐を狙った、確実に当たっている、抑え込んだ天竜三冠王、外されました、なかなか取れない。やはり夢の三冠、夢の三冠、日本のレスラーで三冠を成し遂げた男はいない。さあ頑張れ天竜、さあ飛び込んだフライングボディアタック、そのまま抑え込んだ、またブロディ返す、またブロディが返してます。この後の反撃が怖いぞ。天竜立ち上がった、正面を向いた、さあなんだ、まだまだいろんな技を持っているぞ天竜は。まだパワーボムを打っていない、両者の動きがやや鈍くはなりました。さあ対角線上に投げた天竜のラリアット、左のラリアット、カウンター打ち、
左のラリアットカウンター打ち、相手の助走を読んでおりました。そのまま抑え込む、三冠、三冠、ダメ、まだ頑張れ、まだ頑張れ天竜。さあ相当ブルーザーブロディも疲れている、ブルーザーブロディも相当疲れている、目の動きを見ると分かります、目の動きを見ると分かります。倉本さん、はい、何かレポートありますか。この足への攻撃、天竜の攻撃が非常に有効であると、もうここは大技をつなげという馬場さんの見方です。なるほど、はい、師匠ジャイアント馬はそう見ています。足への攻撃、足への攻撃ということでありますが、さあ今度は天竜が一旦この強弱を入れまして、チョップを一旦キングコングの厚い胸板にぶち込みました。うわー、生きています、ブルーザーブロディ、キングコングの足は生きている。さあいよいよ、いよいよトリプルクラウン、キングコング、キングコング2位が出るか、それともエルボー、それともレッグドロップ、ギロチンが出るか。さあさあ、まだ一旦は完全にダメージを受けています。天竜を起き上がらせて、さあ何でいくのか、引きずり上げてジャイアントスイングか、どう、これはすごいですね、ジャイアントスイング、完全に天竜ダーン。さあ距離を取ったぞ、距離を取ったぞ、トリプルクラウンは目前、うわー、キングコングに、トリプルクラウン、キングコングに、これで天竜はもうダメでしょう。さあ抑え込んだ、三冠はブルーザーブロディだ。あ、頑張りましたね、頑張って返した、また頑張って返しました。天竜にも底力が残っています。これぞ革命児天竜、頂点を極めろ、頂点を極めろ天竜。まだまだスタミナ側には余力があります。早く取ってほしいですね、取ってほしいですね。お客さんの願いは天竜コール一色に包まれました。アメリカに渡してなるものか、日本のベルト、天下の宝刀、インターナショナルヘビー、 PWFUN 負けてなるものか、ジャンピングに、キングコングジャンピングに、いずれも天竜の顎を捉えている。天竜苦しくなった、天竜苦しくなった、動きが完全に止まりました。そしてキングコング、ブルーザーブロディがトップロープからですか、これは、ゆっくりとトップロープから、トップロープから、さあすごい、すごい、キングコングに、キングコングにか、キングコングは天を仰いで、これはまずいですね、これこそ、これこそキングコングニードロップ、トップロープから乗りました、完全に。あ、ブローディーも左にちょっとダメージ受けたようですね、ダメージ受けたようですね。さあ天竜が3点4点して今エプロンまで来ました。その前に、その前に、その横にブルーザーブロディが天高く舞い上がって、さあキングコング2位ドロップを落としたんでありますが、ちょっと打ちどころが悪かったのか、痛められた、痛められた左の膝、着地が悪かったんでしょうね。そんな感じですね。さあ場外でパワーボム、ちょっと威力がありません、パワーボム打っておりますが威力がありません。さあ立ち上がれ、立ち上がれ、決着戦だ、決着戦だ、大阪で三冠王誕生、これを期待するお客さんでありますが、両者場外で共倒れ、両者場外で共倒れ、残念です、三冠王の誕生はありません、三冠王の誕生はありません。両者おそらくリングアウトでそれぞれのベルトは守ったんではないでしょうか。夢の三冠統一、大阪決戦、わあ今記録が回りました、30分ちょうど、両者リングアウトで結果的には痛み分けの引き分け、両者ベルトを守りました。 UNPWF インターの3本のベルトはこれを1本にまとめるという、まあ、両者の野望は夢と終わったわけであります。天竜革命対ブルーザーブロディ革命の、まあ、火花を散らすようなすごい対決でしたけれども、体感を竹内さん成就することはできませんでしたね。まあ、ちょっと残念な結果なんですけどもね、ただやっぱりこんだけ両者力を出し切ったわけですからね、まあ、次のチャンスを待つことにしましょう。まあ、三冠統一というのは、まあ、全日本プロレスのこのマット、全日本プロレスの歴史を塗り替える大事業なわけですから、そう簡単にはいかないですよね。やっぱり1回の対決で即決まるというのはですね、ましてブロディと天竜ですからね、なかなかやっぱり今の2人の力から関係から言ってもこれは難しいところですね。そうですね、両者が場外で共に大きなダメージ、本当の痛み分けで、まあ、両者30分リングアウト、三冠の誕生はないんですけれども、さあこうなりますと、いよいよ来週の放送でお送りする仙台大会は三冠王が誕生した場合、ジャンボ鶴田が
このどちらかの勝者に挑戦というふうに発表されておりました。引き分けに終わりました。その後の展開どうなってますかね。あ、おっしゃる通りですね、このインターの前チャンピオンの鶴田にリターンマッチの権利があると。したがいまして、はいね、仙台大会は鶴田対ブロディのインターナショナルヘビー級タイトルマッチということが馬場さんの口から今発表されました。あ、今発表されましたか。そうですか。来週の放送は仙台から、ブルーザーブロディのインターナショナルヘビー級のベルトにジャンボ鶴田が挑戦ということなんですが、ここで竹内さん、夢が大きく広がりますが、これでですね、鶴田がインターヘビーをダッシュしたら、この天竜との統一戦の可能性はありますよね。当然そういうことですが、ジャンボにですね、またまたその三冠統一の大きなチャンスが巡ってきたわけですね。はい、まずインターを取ることですね。そうですね、そういう展開になってまいりました。やはり日本のファンが見たいのは天竜対鶴田の三冠統一戦ですよね。これしかないでしょうね。ね、そうですね。